どうも、ブヒケンです。本日は水曜日、ちょっと腰痛いから座っていい？さあ、昨日の続きをやっていきましょう。うん、もうちょっとこの時点からある程度ね、この角はね、こうグーってなるので、うん、このぐらいだったら大丈夫か。まだちょっとね、デコボコしてるでしょう。で、ないとこもね、こっちはどう？こっちは、おお、いいね、うん、これでね、ある程度もひっついたので、ちょっと待って、見えない、うん、ひっつくにはひっついたんで、ない部分を持っていきます。うん、この辺はいいな。ひび割れのところはある程度埋まった。ここがオリジナルね。ここだけ残っとる。ここはね、ちょっとね、昨日ある程度乾いたもんで削ってみた。うん、こういう状態に全体をしていきたいんですよ。こういう感じにね。で、色が全然違うでしょう。うん、これはこれでね、最後にね、仕上げの時にね、ここも全体的にちょっとね、同じような色にはしていきたいと思う。これだったらある程度見てくれよくいけそうな感じするな。まあ、とにかくちょっと持っていきます。持っていきます。はい、ちょっとこの辺ね、映ってるかどうかわかんないけど、何もないところ、そこを埋めていきます。とりあえず、ちょっと多めにね。何もないとこがね、難しいですよ。うん、ここもちょっとひび入ってるな。ここもひび、こう鳴らすと、ほら、こうまだひびが見えてますよね。くっついてはいるけど、あ、ここまだ穴開いてる。うん、そうね、これをね、また塗ってね、消していきます。でも、こっからはちょっとヘラだとわかんない。よいしょ、ある程度塗って塗ったら、この隙間にゴムが入るようにならしていきます。これ繰り返すしかないんだよな。もう気持ちいい、持っとくか。もう一回ぐらいで多分消えるかな。どうかな。ここはちょっと、この辺がうまくいってくれればいいんだけど。だいぶ、あの、隙間がなくなってきたように見えますね。モリモリに持っちゃってる。しょうがないよね、ないんだから。今のうちになるべく形を整えておきます。で、この辺はね、もうに、あの、ないとこね、端っことか、ここもう2、3回ちょっとね、こうやって持ってかないとダメっぽいな。そやね、この何にも なくなっちゃってるところがやっぱりね、さっきも言ったけど、こうやって何回も何回も持っていくしかないんですね。ひびだけでパキって割れてくっついてるところはある程度ね、うまくいくと思うんだ。うん、あ、いいね、いい感じにいきそう。この辺なんかは、まあ、ここはやってないけど、うん、よし、じゃあちょっとこれでまた乾くのを待ちまして、どうかな。
あ、やっぱ持ったとこはそんなすぐは乾かんねえ。ちょっとまたには無理だな。薄く塗ったとこはね、それでも、あ、ここも暑いからほらまだ、うん、この辺もまだだよね。やっぱ乾くまで待つしかねえな。その間に乾いたところの成形をちょっとやるか。この辺の方がいいか。乾いてんのか。おい、やりづれえな。乾いてない。丸く削るから難しい。これ難しいな。この成形がうまくいけば、完成した時にある程度、うん、見栄えが良くなる。いけるしょ、これぐらいだったら。もう一回盛りました。これぐらいで、ね、いや、もう一回ぐらいかな。これで乾いたら成形して、なるべくこう同じぐらいのね、やつにしてあげたいんですけど、この辺なんかいい感じよね。この辺まで成形したんだけど、乾いてこの辺ぐらいまでいければいいって感じね。またこれでちょっと待たなきゃなんないね。まあでもこの辺ぐらいまでは、この辺ぐらいまではいい感じでいけてるから、この辺もちょっと乾いたらちょっと毛羽立ってきたんで、うん、いい感じにいける。ちょっとここはね、結んどいた。ここももうちょっと持ったんだけどな。うん。ここも、これぐらいまででいけると思う、ここは。うん、よし。そうだ、その間に、視聴者のおそさん、いつも書き込みありがとうございます。アドバイスもありがとうございます。ね、一応まあ返事は書いたんだけど、そうだね、最近見始めた人っちゃ知らないと思うんで、ここにあの看板があるんです。これうちの店の、よいしょ、これ全部ね、うん、ただね、表には出してないです。うん、何年前かな、7、8年、9年ぐらい前に1回だけこれが出来上がってきた時に表に飾ったことがあるんですよ。でも嫌なことがあってね、引っ込めちゃいました。それと、いてっ、あ、しぶった、よいしょ、それ、あ、落ちた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 、はあ、よいしょ。それとね、これが一応うちのお店の名前です。はい、バッティスト、バッティストって読みますね。オンリーアウトロースタイル、バッティスト。で、なんでこういう名前なのかっていうのもね、過去の動画でね、
出してるんでね、陣八さん動画で、そう、これもちょっと言っときたかったんだけど、まあ、言っときたいっていうか、私個人のちょっと話なんですけど、最近ね、ちょっとね、自分の過去動画をちょっと見返す機会があって、まあ見たりするんですけど、過去にね、車以外の動画とかも僕出してるんですよ。くだらない茶番劇のね、コントみたいなやつを。で、その時にはね、ちょっとね、ジンパチっていうやつと生田さんと僕と3人でやったりとかしてたんですけど、僕の動画見てくださってる方、そんな昔の動画は多分見てないと思うんで、機会があったらね、カタカナでジンパチって入れて検索してくれるとね、すごい出てくるんで、まあ再生リストの中でもね、マフィアンジンパチっていうのがあるんで、それね、見ていただけるとね、暇な夜はね、クスッとした笑いで過ごせると思います。まあ、見ていただけるとわかると思うんだけど、くったらない動画ですよ。くったらない動画です。でもね、ちょっとね、変なね、笑いが好きな人にはね、ツボにはまるかもしれないんでね、機会があったら皆さん、カタカナでジンパチっつって YouTube で検索して出てきたら見てみてください。はい。で、大沢さん、これね、もし欲しかったらね、ここに遊びに来てくれた方にはね、プレゼントするんですけどね。もし、欲しいよっつって住所送ってくれたらね、送りますんで、ちなみに無料です。別にお金取りませんので。そんな、まあ、買いますとか言ってくれる方もいるんですけどね、僕のね、こんなステッカーにお金取るつもりはないので。欲しかったら言ってください。はい。じゃあ、乾く間に取り付け。まあ、まだね、そうだな。これ結局乾いてからじゃないと成形ができないもんで、そんなに時間はかかんないんですけどね、薄く塗ると。でも、厚塗りんとことかはちょっとね、時間がかかるんで、で、まあ、順番としては、これ乾いたら、こういう風に成形をして全部。で、ここがうまく丸が作れるようにしといて、で、これ結局見てくれると、こう、成形すると、こう、白っちゃけてくるでしょ？これを元々の、黒っぽいゴムの色に近づけなきゃなんないんで、それが仕上げなんですけど、そこまでやったら、組み込むことができるので、おそらくね、もう一日、明日、明後日ぐらいまでにはこれ完成すると思うんですよ。なんで、そしたら取り付けるんですけどね。取り付け位置をちょっとね、リベット止めでくっついてたんで、それを見ときますね。リベットで、そうだな、やっぱリベットで止まってたな。止まってたなんてか止まってたんですけど、リベットじゃなきゃダメなのかな。ちょっとね、この辺、調べてみときます。あ、折り返し貼るの忘れてた。ついでだから貼っちゃいましょう。はい、それじゃあ用意したんで、このちょびっとの端っこも折り返し、いてててて、ちょっと端が痛い、刺さってるだけやっていきます。ちょっとつけちゃいますね。よし、貼っつけました。こっちも、この辺まではね、今補修してるゴムのやつがつくんですけどね、ここはつかないんで、あ、ちょっと浮いてるな、向こう。はい、あ、浮いてんじゃねえのか。よし、いいぞ。さあ、補修の方、乾くのを待ちましょう。はい、今乾いたので、もう一回その上から。だいぶ形になってる。ボッコボコだけどね。これをね、乾いたら鳴らす。ここまで盛り上げないと、でもな、なかなか。この辺がうまくいくか。うまくいってくれりゃいけんな。難所ないとこだったからね。よし。
はい、だいぶ乾きましたね。でも中がちょっとやっぱね、乾いてないね。表、表面上は乾いてるから。今のうちに形作っちゃおうかな、ふいちゃん。よっ、ほら。表面さえ乾いててくれれば中身がまだ移動するので。よし、ちょっとでも形を今のうちに。ね。よし。ここは、ここはダメだな、もう。削んなきゃダメだ、うん、よし。でもこの辺まではいい感じでいけそうだな。うん、いい感じでいけそう。多分ね、この動画、今この絵を見てる人はね、こんなんでいい感じなのって思うと思うんだけど、まあ、さっきも言ったようにこれで成形してゴムのツヤを出してあげるんですよ、最後に。そうするとね、見栄えは全然良くなるので、よいしょ、まあ、新品みたいにはなりませんよ新品みたいにはならないけど、それでもね、これこ今のこういうガッタガタの見栄えよりはちょっとは良くなるんでね、まあその時に、まあ、皆さん、おーすげえなって思ってくれると思う。でこんなこと言ってて全然うまくいかなかったらどうしよう。動画削除しようかよし、もうちょっとこの辺はもうあとは乾くの待つしかないな。まあこのぐらいまでなんとかなくなっちゃったところが形になっててくれればね、なんとかなると思う。まだデコボコしてるけどね完璧に乾いてくれりゃな、ここちょっとな、いろいろやれるんだけどな。まあちょっと一日置きましょう、またね。しょうがない。焦ってもしょうがない、これは。もう一回形作っとこう。はい、今乾いたので、成形をしている。真っ暗ですけどね。成形を始めたところです。見てください。何もなかったところが、いい感じでちょっとこう、丸みを帯びた感じに今、再生できております。全体にこういう感じにね、うん、これで最終の仕上げのやつまでいけば、まあ、あのボロボロだったやつには見えないと思う。もうちょっと地味にちょっとやっていきますね、うん、再生しましたね。なんとなく今のところは。わかるかな、わかんねえか。よし、こっちはね、さっきもう一回追加したの、ちょっとね、へこみがあったんで、それでもこっちも、うん、いい感じでいけると思うよ。うん。ここはちょっとね、一日置きますね、また。ちょっとこっから、あとここもね、もう一回充填させて、うん。それ以外のところは、まあまあ、いいでしょう、ほら。ちょっと、もうちょっとやります。はい、一番エンド部分の本当に何もなかったとこね、うん、この辺はなんとか再生できたね。ほんでこういうまだ足りないところにまた流し込んで、ここも一日待ちますね、また。よし、そこまでやろう。